それでは続いてまいりましょう。エントリーナンバー4番原田慶三さんです。ほうほうほう、メリークリスマス。みんないい子にしてるかな。サンタさんのメガネはいい子と悪い子を見分けるためにあるんですよ。これから1ヶ月間いい子にして楽しいクリスマスを過ごしましょうね。世界中のみんなが幸せになりますように。ほうほうほう。はい、ありがとうございました。さあ続きまして、エントリーナンバー6番渡辺幸喜くんです。どうぞ。さあ幸喜くん2歳です。大好きなミッキーの衣装にママが手作りで飾りをつけました。よろしくお願いします。はい、自分のお名前もしっかり言えましたね。ありがとうございました。さあ続きまして、エントリーナンバー7番松尾美久ちゃんです。どうぞ。はい、みくちゃん5歳です。私は福岡から来た松尾美久です。今日はサンタさんにお手紙を持ってきました。読みます。サービス、ちょっと時間のサービス。サンタさんへいつもプレゼントありがとうございます。私はサンタさんに会いたいです。サンタさん大好きです。元気でいてください。またプレゼントくださいね。ミクより終わります。はい、ありがとうございました。ちょっとね、時間の方サービスしていただきました。ありがとうございます。さあ続いてまいりましょう。エントリーナンバー8番小玉ひかりちゃんです。どうぞ。ひかりちゃん6歳でございます。こんにちは、小玉ひかりです。6歳です。今日の衣装のポイントは何ですか？お菓子が好きだから、お菓子のサンタさんになりました。クリスマスには何が欲しいですか？魔法使いプリキュアのステッキです。サンタさん、よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。そして弟の児玉寛太郎くんがエントリーナンバー9番でございます。3歳です。どうぞ。お名前何ですか？児玉寛太郎です。何歳ですか？3歳です。おにぎりせんべいとお菓子です。おにぎりせんべいが好きだそうです。サンタさんのお手伝いをするのに空を飛びたいので、今日はマントをはめてきました。天草にはトナカイがいないので、空飛ぶマントでサンタさんのお手伝いをしたいそうです。笑顔でワーッとワーッと、はい、はい、じゃあ次こっち、こっち、次、次、ここ、ここ、ここ。ここ。はい、次、ここ。
あなたのつけた足跡にゃ綺麗な花が咲くでしょう。Thank you.